はい、トイロキッズでは10人トイロっていうことでそういった保育の方針があるというお話を伺って、私自身も個人を大事にした個性を大事にした子育てをしていきたいなというふうに思っていたので、そこの考え方が一緒だなというふうに思ってトイロキッズ保育園がいいなというふうに思いました。実際に通ってみて一番1歳から2歳までのこうイヤイヤ期だった時ですとか、あとうちはあんまりご飯が食べられなかったりもして大変なこともあったんですけど、でもその子どもの気持ちに先生方が寄り添ってくださったのでここまで来れたなというふうに思っています。はい、こちらの保育園では連携している保育園があるということで私は連携席を選びましたが、子どもがやっぱり知っているお友達がいるっていうことが安心できるかなというふうに思うことと、それから先生方も連携園ということでお話をうまくしてくださるかなというふうに思ったこともあって今後のことも考えて連携園を選びました。ありがとうございました。